おはようございまっちょ。フォルトです。唐揚げが食べたいな。唐揚げが食べたいな。買ってきまっちょ。馬だれ唐揚げ。冷凍食品のなんか戦いがあって、この前テレビで。それを見てて唐揚げを食べたくなったので、今日は朝からひたすら食べたいと思います。まだ起きて1時間ちょっとなんで、ちょっとまだむくんでるけど、そんなの気にせず行きましょうか。いやね、これ便利なチャック付きって書いてあるんですけどね。まあ、一袋今日一気に食うから、そんなの必要ないんですよね。はっはー、うまそう。さーてさて、これを一気食いしたいと思います。まあまだちょっとその前にチンなんでね。いってらっしゃい。よしよし。それを待ってる間に僕はコーラ。でも、これは買ったばっかだから、ちょっと、残り少ないこのコーラを、一気飲みしたいと思います。できませんでした。一気飲みはやっぱ無理です。むくみ直し体操します。目の下をしっかり押して、しっかり押して。よっしゃ。かーん。ここでぶつける感じ、ここです。身を万病だから、そう、身を万病のカロ、歌ってたら顔怖くなるよね。はい、完成。イエーイ。どうでしょうか。たくさん唐揚げがあります。いや、嬉しいね。それでは早速食べていきたいと思います。まずは血糖値を爆上げしないために野菜から。スパチャでたくさん野菜食べるために皆さんから お小遣いいただいたんで、しっかり野菜食べます。味がない。一つ目唐揚げいただきます。うまいうまい、これだこれ。これ2合ぐらいあります。こうやって一気にかけ流すのが最高、マジで。でもこれカロリーやばいよね、実は。 100g あたり 235kcal なので、この中に 310g 入っているから、236で36ってことは 790kcal、 ほとんど 800kcal あって、ご飯がこれだけで600ぐらいあるから 1400kcal ぐらい。やばいね。まあいいよ。だいたい俺は1日3000キロカロリーぐらい食べると体重が増えもしないし減りもしない、運動してる日は。まあ1週間のトータルで考えたら3000キロカロリー毎日食べとけば体重はギリギリ増えないぐらい。おいしい。なんでこんな美味しいんやろ。なんで唐揚げってこんな美味しいんやろな。太っとるときはそんなに唐揚げ自体にそんなに美味しさをあんま思わんかったんや。まあほぼ毎日の揚げ物食べとったけんかもしれんけど。でも痩せてからは、なんか唐揚げ食べることが結構幸せというか、時々しか食べんけん。そんな頻繁に唐揚げなんか食べれんけん、やっぱり。美味しい。美味しいな。まあでもやっぱね、唐揚げはね、いいんだよ。カロリーも高いけん、筋肉つけるにはいい。タンパク質も多いけん、鶏だから。
おいしい。おいしい。このご飯がまたおいしいよ。しかもこれ、甘だれで鶏のもも肉を使っとって超おいしいよ。タレ漬け、鶏から醤油揚げ。みんな見た、この前テレビでなんか冷凍食品バトルみたいなやっとって、どこの商品が1位なのかみたいな。あー、おいしい。いやーねー、おいしいわ。やっぱりね、外食とかするとね、唐揚げとか食べに行っても足りんのよ、正直言うと。ご飯もやし、お肉も。外食の3分の1ぐらいで抑えれるけん最高だわ、冷凍食品。美味しいな。うん。うめえ。うまいわ。こんなん毎日食べとったら病気になるで、でも。冷凍食品もいいんだけど、多分病気になると思う。なんていうのね。多分塩分も高いしね。うん、塩分高い。だって 100g あたり 2.0 ってことは結構多いよ。日本人って塩分がな、摂取量が多いけんね。うん、美味しい。マジでうまい。うん、この前おかんから電話かかってきてさ、何カレーの何薄めたりとかしてほんまに食べようみたいな感じで聞かれたんやけどさ、いやほんまに俺大学時代から癖なんよ。だからやっぱりかさ増しというか量が多くなるけん、もう当たり前のように水で薄めて食べたんやけど、そんなにみんな異常じゃった？おいしい。おじいちゃん家では結構牛乳入れてかさ増しすること多かったけどな。甘いカレーになるけん。でも一回牛乳入れすぎてただのミルクになったことあった。いや、美味しいな。こんなんみんな絶対真似してたらいけんで。マジで元デブが教えるけど絶対太る。だってこの2つだけでマジで1500キロカロリーぐらいあるもん。よく考えたら恐ろしいよ。平均女性のもう1日のカロリー摂取したんで、これで。いやー、これ食べたらピアノ練習せんといけんけど。いやねー、楽しいよ。美味しいよ。うん、美味しい。うん、食レポ自体は下手くそだ。大学の音楽のところも女の子が多かったけんさ、結構居酒屋とかみんなで行っても余るんよ。じゃけんもう最高よね、食べ放題みたいな感じ。じゃけんやっぱ胃は大きいんよね。うん、完食、うまかった。美味しかった。じゃあちょっとまた時々こういうのもやっていこうと思ったんで、1週間に1本は。やっぱうまいよ。やっぱ食って最高だね。みんなも僕と真似しないようにダイエットしていくんだよ。痩せてから好きなものを好きなだけ食べるのは体重維持に変わるからすごく楽しいよ。やけんダイエットで悩んでる人は
もうパッパと痩せてしまった方がいいよ。それで痩せてから好きなように自分で選んで食べるのが一番いい。ダイエットって難しいけどね。ごちそうさまでした。それではバイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。